本間がセーブをしました。今のプレーゴールに向かってくるボールで足にしましたね、まあ、ここカード貢献選手もよくゴールの枠を捉えるようにボール触ったんですけれども、はい、まあ、ここまで後半の15分の入りと思うと、さあここはバスケスバイロンが行きます。中に引っ込んでくる、外に追い出す守備をしていますが、クロスキーパー本間が触る。森田が繋いでいく。さあここは前を取って北島、仕掛けられる選手バスケスバイロンが入ってくる。バイロン折り返し中央だ。サッカーの決定機、まあ、ここのため作ったのも良かったですし、少しちょっとだけタイミングがずれたというところですかね、はい、まあ、サール選手がもう少しこう遅れて入ってもただちょうど良かったかもしれないですけど、最終ラインに山越が上がっています。そして宮原、またバスケスバイロン、今日は松田と再三のマッチアップ。クロスが入っていって坂野の向こうだ、カトレーの向こう、さらに深澤、深澤が決めた。サイドから中に入ってくる鉄板の形、東京ヴェルディ試合を動かしました。深澤は今シーズン3ゴール目、今シーズンでは3バックはストライカー的な役割も果たします。ここバスケスバイロン選手がこの前のシーンは切り返してるんですよね。だからここの次はここでクロスを上げたというところもクロスを投げ切ったポイントだと思いますね。これ切り返しも予測したところですね、松田選手も。そしてここボールがこぼれたところ、深澤選手よく狙ってましたよね。ボールの反応が非常に速かったです。サイドというサイドは本当にこのチーム多いんですけれども、深澤ワンタッチで前、田辺が競り合ってセカンドボールを回収しました。坂野バスケスバイロン、バイリンが仕掛けていく、さらしながら入ってきた。そしてシュートへ、ビューティフルゴール、バスケスバイロン左足、まさに一戦といえるゴール。完全になんか突破していきましたね、ここまでバスケスバイロン選手。先ほどのクロス上げるシーンは何シーンもあったんですけども、まあ、よく守った部分もあるんですけども、これそれよくマッチアップ守ったんですけども、ここまあ触ってはいるんですけれども、こうなってますね。それがバスケスバイロン選手の方にこぼれて、そのまま推進力で持っていきましたね。タッコを送ります。そしてここで試合終了の笛です。2連敗中の東京ヴェルディ、連敗をストップしました。